北関東自動車道ってあるじゃん。群馬、栃木、茨城の救世主ね。まあ、救世主か。それがどうした？栃木に3つの新しいインターチェンジとパーキングエリアができる予定なのよ。どこら辺？一つ目は、下野市の下野スマートインターチェンジ。スマートインターか。場所的にはここら辺。壬生から結構近いですな。ここは近くに工業団地もあったりするのよ。産業にはいい感じなのか。あとコストコも。なるほどね。二つ目は、足利市の足利スマートインターチェンジ。こちらもスマートインター？場所はここら辺。足利の端の方か。普通の足利インターは場所によっては遠かったのよ。足利の西側市民にとっては嬉しい場所になるのね。三つ目はまだまだ情報不足なんだけど、真岡市の五行川パーキングエリア。おー、パーキングエリア？だいたいここら辺なんじゃないかと。おー、ギリ栃木なのね。壬生パーキングから次の笠間パーキングまで50キロくらいあるから、ここできると助かる。壬生過ぎてからトイレ行きたくなったら地獄だな。そう、一回途中のインターで降りるかどうか迷うやつ。でも進んでないと？結構前から話はあったんだけど、なかなかね。まあ気長に待ちましょうや、おじいちゃんになるまで。そこまでかかる？